今から業務スーパーのインスタント塩ラーメンを10倍美味しくしていきます。はい、業務スーパーの激安塩ラーメンですね。業務スーパーの激安塩ラーメン、水分量が水 450ml なんですよね。 450cc で十分ほぐしながら約3分煮込むということなので、まず最初にしっかりと量ですね、水の量を間違えずに、この量がちょっと違うだけでも味が変わってしまいますから、 450cc の水を用意しておきます。で、用意しておいた上で美味しくするための一つの材料ですね、ウインナーに切れ目を入れて火が通りやすくして、切れ目の方を両方ちぎれないように、ちぎれないように気をつけながら両方に切れ目を入れていきます。腸詰めなんて場合は切れ目入れない方が美味しいこともあるんですけど、これ業務スーパーのウインナーなので切れ目入れるか入れへんかで劇的に味が変わるウインナーとは違うと思います。業務スーパーの激安塩ラーメンと業務スーパーのウインナーと業務スーパーのむき玉ねぎですね、これ使い勝手いいんですよ、楽、本当に。外側があるかないかでだけでもものすごく使い勝手が違ってきます。ウインナーと玉ねぎをから炒りします。から炒りです、油では炒めません、から炒りします。で、僕は一人暮らしで一人で食べるので、ウインナー3本と玉ねぎ大きいの1個そのまま使ってますけど、普通はこんなにいらないですよね、普通はこんなにいらないので、玉ねぎ1人半分とか、もしくは3分の1とか4分の1とか、その時一緒に食べはる人によって量を変えてくださればいいです。僕は一人で作って一人で食べるので、あくまでも一人前が多くなってるだけで、普通は玉ねぎ1個で一人前というのはちょっと多いでしょうね。で、ラーメンを煮る水の量をちょっと多くして、この玉ねぎに下味をつけてくださってもいいです。塩コショウをしてちょっと強めの味を野菜につけた方が、一緒にラーメンと食べるにしてもアクセントになりますから。黒胡椒を入れて振りかけて、塩を振りかけて、野菜に強めの味をつけておいて、ラーメンの具材にするときに美味しくなるようにしてくださればいいです。で、軽く塩コショウして軽く炒めて、
ちょっとだけ、ちょっとだけ香ばしさをつけてくれはったら、僕はよくやるんですけど、余熱で料理していきたいんですよ。余熱で料理していきたい。そうでないと、電気代ももったいないですから、蓋をして、余熱で玉ねぎに火をつけて、火を入れていくんですけど、450cc の水を入れた、鍋を温めていきます。余熱で火を通している間に温めて、熱湯を作ります。ラーメンですね、ラーメンを入れるための、手際悪い。お湯を沸騰させます。沸騰したら、お湯が沸騰してきたら、先ほど軽く炒めた玉ねぎ、香ばしさを加えた玉ねぎを放り込みます。そのまま加えずに、軽く炒めて香ばしさを加えてから入れるというのがポイントですね。で、ウインナーは余熱でもうちょっと炒めていきます。で、ここにラーメンを放り込みます。で、3分ですね。こっから3分煮ると。だらだら煮てるのが動画もったいないですね。ちょっと切りましょうか。3分と言っていましたが、僕は固めが好きなので、IH の1、とろ火、弱火にして、から、うわ、スープ、どんくさいな、割れながら、スープを加えて、で、火を止めて、余熱で美味しくなるようにします。たっぷりの玉ねぎと、ラーメン。ああ、うまそうだ。これは腹いっぱいになりそうやな。予定ではもう2品作る予定やねんけどな。これで打ち止めか。で、最後に大好きなウインナーを上に乗せて完成です。業務スーパーの激安インスタント塩ラーメンを10倍美味しくする完成です。料理動画はここまでです。ここからは食事動画になります。興味のない方は離脱されてください。お気に入り登録よろしくお願いします。9月11日、吉鍋4品目、業務スーパーのインスタントラーメン食べていきます。いただきます。あ、おいしい。おいしい。あ、ものすごくうまみが増えてる。ご飯のおかずにできそうなラーメンです。
これはものすごく美味しい。前回作ってからだいぶ時間が経ってるんで、味が変わってる可能性もあったんやけど、そんなことない、美味しい。以前のまま美味しい。最近は節約のために一玉18円のうどんを主に使ってたから、このスープの味は久しぶりです。ここで一旦食べ終わるまで切りますね。最後の一口残すかもしれませんけど、ちょっと白衣仕事着のままでは汗ボトボトにかいてしまうんで、すいません、ちょっと脱いでました、脱いで食べてました。はいよ、ウインナースープも完食してます。悪い癖でね、好きなものを最後に食べるっていう癖があるんですよ。幸せや。好きなもの、好きなものをお腹いっぱい食べるぐらい幸せなことはないですね。ああ、おいしい。9月11日、4品目、4皿目、業務スーパーのインスタントラーメン、完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。